はい、おはようございます。ちょっとどの顔とか映ってます？肩まで行ってます。あ、じゃあこれをもうちょっと。おはようございます。はい、小屋小屋駅ご利用の皆様、おはようございます。こちら、日本第一と私は国分寺市在住党員の大木と申します。今日もこの場所、30分ほどお借りしまして朝のご挨拶をさせていただいております。本日は、雲一つない晴天でございます。雨具の心配全くいりません。ちょっと寒いですよね。皆様気をつけて通勤通学行ってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本第一と朝のご挨拶をさせていただいております。小屋久保駅は、10分に1本しかまだ電車が通っていませんので、皆様お忙しいところ本当に恐縮でございます。日本第一党という党の名前だけでも知ってもらいたいと思いまして、今日もこの場所を30分だけお借りしまして朝のご挨拶をさせていただいております。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。いってらっしゃいませ。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党です。立ち位置は保守政党。日本を第一に考え、そこに暮らす皆様、日本人の皆様を一番に考えている政党でございます。どうか党の名前だけでも知っていただきたいと思いまして、私、国分寺市在住党員の大木がこの場所をお借りしまして朝のご挨拶をさせていただいております。今日は雲一つない、晴天です。雨具の心配全く必要ございません。肌寒い、日ではありますけれども、皆様気をつけていってらっしゃいませ。おはようございます。いつもね、この小屋久保駅前に、立たせていただいてほっこりするんですけれども、この小屋久保という駅名、駅に恋という文字がつく駅、これは、日本にあまたある、あまたとある駅の中でも4つしか実はないんですね。本当に素敵な名前。はい、おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。ちょっとね、もう駅自体は少し古いんですけれども、小屋久保というとっても優しい名前、この駅名を、ここに暮らす皆様はぜひ誇りに思ってください。恋という文字が使われている駅は日本には4つしかございません。おはようございます。あ、おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。こちら日本第一党と申します。この場所をお借りしまして朝のご挨拶をさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。小屋久保駅ご利用の皆様、おはようございます。こちら日本第一党と申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。この場所30分ほどお借りしまして朝のご挨拶をさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。このね、小屋久保っていう駅名をもっともっとこう、PR してぜひ、観光とまではいかないかもしれないですけれども、一人でも多くの人に、この日本に4つしかない恋という名がついた、漢字がついた駅名知っていただきたいと思いまして、今日も、ツイキャス生放送で、放送させていただいております。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。
我々、日本第一党は昨年生まれたばかりの保守政党、ジャパンファーストを掲げて、頑張っております。まだ議員が一人もいません。始まったばっかりの政党、この保守政党、本当の保守政党を立ち上げなければいけなかった理由がございます。皆様、政治に興味のある方は、保守というと、日本のこの大政党の中では、自民党、これが頭に浮かぶと思いますけれども、まあ、私も正直言って、自民党が、この日本の保守を担っていると、私も思っておりました。ですが、この現在の、自民党、多文化、共生、グローバリズム、この名のもとに強烈に左傾化が進んでおります。そのきっかけとなったのが2015年12月28日、もうちょうど今から3年前、もう12月28日なんて言ったら、もう、年越しを迎えて、で、家でゆっくりされてる、そういう時ですよね。そこで、自民党がある売国ともいえるそういう条約を結びました。合意ですね。とある国と、合意を結びました。それによって、自民党は保守ではないと、これが断定できる、そういう形になったんですね。その日、何が起こったか。この、2015年12月28日という日付を皆様一人一人が記憶してください。我々の祖先、彼らの名誉を裏切る売国合意、これが、自民党により行われたということをぜひ皆様ずっともう忘れないでください。何が結ばれたか。日韓慰安婦合意ですね。戦時中、慰安婦という呼ばれる存在の、方々はいらっしゃいました。多くは日本に住む日本人ですが、それ以外にもその当時は日本であった、朝鮮半島、朝鮮籍の日本人ですね。そして、同じく当時は日本であった台湾籍の日本人、彼女たちを慰安所というところに働くことによって、彼女たちが働くことが、慰安婦と呼ばれる、その語源なんですね。では慰安所、これは本当にございました。そして当然そこに働く慰安婦も先ほど申し上げました通りいらっしゃいました。これを韓国は強制連行されたと訴えていたわけですね。そしてこの慰安婦という文字の頭に冠に従軍という2文字の言葉をくっつけて従軍慰安婦というふうに呼んでいたわけです。この従軍慰安婦というのは、韓国から出た言葉ではなく、実は日本の朝日新聞、この、記事だったんですね。ですがその後にこの記事は全てゴシップだったと朝日新聞も認めてます。嘘だったんですね。従軍慰安婦などというものは、存在しない、全部あれは作られたものだ、それも認めてるんですよ。つまり慰安婦と呼ばれる方々、彼女たちは風俗業を営んでた、ただそれだけなんですね。求人広告により、集められ、そしてその慰安所と呼ばれるところ、そこに、勤めていた、ただそれだけだったんですよ。給料明細もちゃんと出ております。
当時の陸軍将、大将よりも多く稼いでいた。その莫大な、給料明細も出ております。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。こちら日本第一党と申します。朝からマイクの音をしたくて大変申し訳ございません。今日も、この場所30分だけお借りしまして、朝のご挨拶をさせていただいております。雲一つない、晴天です。まさに日本晴れ。皆様、元気に、気をつけて通勤通学いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本第一党、私が国分寺市在住党員の大木と申します。生まれも育ちも国分寺でございます。こういう雲なんかもね、よくよく私活動というか、来ておりました。こういう雲はね、駅国分寺駅なんかはもう様変わりしたんですけど、こういう雲はもうずっとこのまま変わんないですね。すごく落ち着いた駅でございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本第一党と申します。朝からマイクの音をうるさくて申し訳ございません。この場所をお借りしまして、私国分寺市在住党員の大木が朝のご挨拶をさせていただいております。肌寒い日ですが、日が続きますけれども、今日は、雲一つない青空なんで、日が差してて少し暖かいですね。気をつけて皆様、通勤通学いってらっしゃいませ。おはようございます。はい、続けます。こういった従軍慰安婦の問題ですね。これを朝日新聞も、ゴシップと認めた。そして、当の韓国も、その当時は、従軍慰安婦なんかという強制連行の事実はなかったと、認めてるんですね。そういう問題であったにもかかわらず、この2015年12月28日に、安倍総理、そして、当時の岸田外相はこれを認め、大変に申し訳ございませんでしたと、謝罪をつけて、さらに、10億円の、慰謝料とも取れる和解金、これを支払い結んだ合意でございます。日本を守ってくれた我々の先祖英霊たち、今も、五穀神社、そして九段の靖国神社に眠ってらっしゃいます。その数246万6千柱、今は神様となり我々を見守ってくれております。もう死ぬことが分かっていた。片道切符しかない、その特攻という、それにより僕なんかよりも全然年葉もいかない若い学生さんたち、みんな日の丸の鉢巻きを巻いて、お母さんさよならと言って懺悔していきました。その思いは後世の日本国民、そして日本の領土、これを絶対守ると、そう誓って、その名の通り命を懸けて戦ってくれた英霊たちです。その英霊に対して、この2015年12月28日に結ばれた日韓慰安婦合意、これは裏切り、英霊を裏切り、日本を裏切り、保守を裏切った売国合意なんですね。これを結んだのが、皆様が保守だと今まで信じていた、私も信じています、信じていた自民党だったんですよ。
そして今自民党はどうなりました、その前に韓国はどうなりました、この日韓慰安婦合意、不可逆的解決、そういうふうに謳われた、日韓慰安婦合意、まあもう手切れ金みたいなもんですよね、10億円っていうのは。そういうような意味で払われた日韓慰安婦合意、これを韓国は今履行しておりますか。この問題二度とこと上げしないと約束し結んだ合意を韓国は守ってくれてますか。守ってないですよね。今も世界中に慰安婦像立ち続けてますよ。そして世界中に暮らす子供たち、日本人の子供たち、移民した子供たちですね、彼ら全く関係のない彼ら彼女らがいじめられてますよ。こういう結果を生んだ日韓慰安婦合意、これは我々日本第一党政策で日韓慰安婦合意の白紙撤回、これを掲げております。こちらがもう頭を下げても構わない、あの合意は間違えましたと、韓国に頭を下げてでも白紙撤回しなければいけない問題なんですね。靖国の英霊たち、神たちは今も我々を見守ってくれてます。ただですね、彼ら彼女らはもう反論できないんですね。強制連行なんかしてない、強姦なんてしてない、そうやって堂々と反論できないんですよ。だったら保守と呼ばれる我々が父祖の名誉、これを守らなければいけないんですね。だから、私たち日本第一党立ち上がりました。日の丸を掲げ日本を愛し、日本で暮らす皆様、日本人を愛し第一に考える、この政党生まれたことをぜひ少しでも多くの方に拡散してください。まだ始まったばっかり、議員も一人もいませんですが、ただただ訴えるだけではなく、政治という中に介入し日本を組み立て直す、元に戻す、これが今必要不可欠なんですね。誰かがやらないといけない、今そういう状況なんです。だから素人ではあります、政治素人ではございますが、思想だけは絶対に曲げない、ぶれない思想を持ち、私たち日本第一党の侍たちが今政治の世界に介入しようとしております。どうか一人でも多くの方にこの党名だけでも知ってほしいんですね。先ほど日の丸と申し上げました。日本に祝日ありますよね。祝日のことを旗日と言います。なぜ旗日というか、その日は国旗を掲げ国民皆でお祝いする日だからですね。ですが今どうですか。祝日街中歩いてて日照旗掲げられてる家庭どれだけありますか。ないですよね。なかなか見つかけないですよね。僕はもちろん掲げてますよ。なんでないのか、
それは世界一美しいこの日照記が間違った曲がった肖像として捉えられてしまっているからに他ならないんですね。もっと言えば旭日海軍機として今使われております。ですがこれも日本の由緒正しい国旗でもあるんですね。法律で国旗、国旗、国家法の法律で決まっているのは日照記です。ですがこの旭日旗も私たちの大事な大事な国旗なんです。これをことあるごとに批判している国ありますよね。近隣諸国と言われ、学校の教科書条項でも近隣諸国と言われ、いつも日本を批判する、戦後レジームにどっぷり使ってそこから出ようとしないお隣の国ありますよね。そういう方々に配慮をし続けているこの70年間、もうやめませんか。彼らは日本で暮らしてないですよね。日本で暮らすのは私たちです。私たちの国、私たちの国のことなんだから、私たちのやりたいようにやっていいんです。そして祝日に旗日に国旗を掲げる、これはごくごく普通のことなんです。世界中でもです。こういうことを、当たり前のことを、日本にとって今忘れられていること、これを細かく細かく一つずつ訴えているのが我々日本第一党なんですね。今学校では国歌斉唱、これがなかなか行われない現状続いております。入学式、卒業式、これだけですよね、国歌斉唱がされるのなんて。これじゃあかんのですよ。世界一古い、そして世界一短い歌詞を持つ我々の誇れる国歌君が代、世界一短い歌詞と言いました。その通りで、時間がないとかそういう理屈は通らないですよね。あっという間に斉唱を終わらせることはできます。だから全校生徒が集まるそんな機会多々ありますよね。朝礼でもそうですし、そんな時にみんなで国歌斉唱できるような、そういうような国づくり、これを一から組み立て直しているのが私たち日本第一党なんですね。自分が住む国、そしておそらく皆さんこの国で生涯を終えると思います。自分の一生を過ごす国、これを愛せなくてどうするんですか。ですよね。そういう政党が我々日本第一党でございます。どうか党名だけでも知っていただければと思います。よろしくお願いします。さて、今、韓国の問題言いましたけれども、徴用工判決ニュースで話題ですよね。はい、おはようございます。いってらっしゃいませ。この徴用工判決、これは、日韓基本条約が結ばれておりまして、それでもう全てがその当時に終わっている、そういう話だったんですね。そして、日本と韓国国交を結びました。ですがこの徴用工のこの問題、当時の戦時中のですよ、その問題をまたほじくり返して終わったはずなのに、それを、続けているのが、この韓国なんですね。
なんだ。で、この徴用工判決というふうに、連日ニュースをにぎわせている問題なんですけれども、今、また新たな動きが起きまして、この日本企業が、裁判で負けて、1000万円、支払うことになりましたと、そういう韓国の、最高司法の結果が出た。それと同時にわら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 、次から次へと出てきて、今度は1107人の、元徴用工と言われる方々が、声を上げ始めました。そして彼らはこれちょっと面白い話なんですけど、これ彼らは今度は日本企業じゃなくて韓国政府に同額の慰謝料をよこしなさい、1人1000万のですね、それを初めて裁判しております。これは韓国の司法で、最高司法で、賠償が決まっている問題なので、多分、韓国政府は敗訴すると思います。ね、見事なブーメランが、韓国政府に今突き刺さっているわけですけれども、すべてこれを招いたのは韓国です。我々の責任ではございません。こういったちょっと外交上も日本とは価値観、目指すもの全く違う国なんですね。先ほどの慰安婦合意の件も言いましたけれども、全く違う国、テンゴレジウム、これにどっぷり使って、そしてそこから離れたくない、出たくない、そういうふうに言ってるのがこの韓国なんですよ。もう戦争から70年以上経過してますよね。戦後レジウムからの脱却、これを訴えていた安倍総理ですが、戦後レジウムと使って、そこから、歴史を忘れた民族に未来はないと、いつまでもいつまでも言い続けている国と、今後どうしようと考えているんでしょうか。我々、日本第一党の主張は、この韓国などという国、日本が嫌いで仕方がない、歴史、これを縦にし、そして今度はここにし、日本にいつまでもぶら下がり続ける韓国、ここと断交しようと訴えている唯一の政党でございます。我々のまだ見ぬ子や孫、彼ら彼女たちに戦後の謝罪の歴史、これを紡ぐわけにはいかないんですね。もう終わらせないと、新しい未来のために。特に同じく韓国と全く同じ立場で、当時日本だった台湾と日本は国交結んでませんよね。なんで韓国だけど国交を結ぶのか、そういう話にもなりませんか。同じようにしないと。特に台湾の方々は日本に対して批判繰り返してませんよね。もう 戦争は戦争、終わったこと、未来に目を向けてますよね。まあ、ついこの間、尖閣で、尖閣諸島の、海域で、漁業を営んだというけしからん話題も出てますけれども、まあでも、それでも、まあ、そこまで反日行為繰り返してませんよね。
そして台湾からの観光客、日本にたくさん来てますよね。彼らは韓国からの観光客よりもお買い物してくれてるんですね。国交がないんですよ。これは台湾の方にも大変失礼な問題だと思います。韓国と国交を結び続けていることは不公平です。もう一度未来に目を向け、両者リセット。私は、台湾とは国交を樹立すべきだと思っております。だけど、まあチャイナがそれを許さないでしょう。チャイナ、これを全く無視してしまうと、本当に、危険な状況に陥るかもしれません。なのでそこはもう、すぐにはできません。だったら今現状同じように台湾と同じように韓国も国交を断ち、もう向こうがね、日韓基本条約を守らないんだからもうしょうがないですよね。あちらが守ってくれないんだったらこちらも国交を断ちますよ。ただそれだけなんですよね。国交を断ち、また新たな未来に目を向けて歩んでいきましょう。こちら日本第一党と申します。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。8時20分ぐらいからこの場所をお借りしまして、マイクを持たせていただいております。私が日本第一党国分寺市在住党員の大木と申します。朝からマイクの音本当にうるさくて恐縮でございますけれども、あともう10分もうすぐです。もうあとちょっとだけ、お話しさせてください。最後に、日本第一党の PR をもう一度させてください。昨年生まれたばかりの、我々日本第一党、現在党員を募集しております。今、今日スカイブルーのジャケットを着た私の大事な大事な仲間たちがリーフレットをお配りしております。ぜひ1枚手に取ってみてください。そこに私が掲げている7つの約束、これも書いております。国分寺に、もう生まれも育ちも国分寺の私が、考えて考え抜いた、国分寺市民に訴える7つの約束、これを、記載しておりますので、ぜひ1枚手に取ってください。そして、それと、2枚綴りになっております。もう1枚の方に、日本第一党の、チラシ入っております。そこにはURL 記載しておりますので、ぜひ党のホームページご覧になってみていただきたいんですね。日本第一党を知っている方は、たまにちょいちょい、Yahoo ニュースなんかでにぎわってますので知っている方いるかもしれません。そういう方々は、あそこは外国人に対する排外的な話ばっかりでしょう、そういうふうな、レッテル貼られているかもしれません。そういう方にこそぜひホームページの制作を一度目を通していただきたいんですね。で、目を通して、全部読んでから批判していただきたいんですね。私たちが掲げていること、別に全然外国人の排外的なことではないんですよ。皆様のこと、日本人の皆様のことを第一に考えよう。皆様の幸福、これを第一に考えていこう。私たちの祖先のことを大事に大事に考えていこう。そして我々これから生まれる子や孫、50年後100年後の子孫のためにどんな日本を残したいのか、どんな日本が最良なのか、おはようございます、いってらっしゃいませ、それを訴えているだけなんですけど、その結果が全て政策に表れております。ぜひ1枚パンフレット手に取っていただきたいんですね。ちょっとパンフレットの枚数も残り、わずかになっております。ぜひ1枚とは言わず2枚3枚お土産に、手に取ってください。ぜひこの日本第一党の政策、これ皆様に分かりやすいように、皆様というのは政治に全く興味のない方も含めてってことですね。全く政治に無関心だった方にも分かりやすいように箇条書きに
政策まとめております。どれもこれも50年後100年後の日本のために、日本のことを思い、今の日本に最良なのは何か、それを突き詰めた政策です。知ってください。私たちが立ち上がったことをぜひ皆様知ってください。そして賛同いただけた方は応援ください。私だけではなく、全国に今こうやって我々の党員がマイクを持ち、駅頭に立ち、日本第一党という本当の保守政党できました、そういう形で、街頭に立ち、ご挨拶させていただいております。応援、今はこれ応援だけでも本当にありがたいんですね。我々、全く利権がございません。すべて有志、志のみでやっております。頑張れ。この応援だけでも戦えます。ぜひ知ってほしいんですね。応援、賛同いただける方はそして応援してください。そしてその中でもさらに一緒に、我々と一緒に中に入って活動しようと思っていただいた方はぜひご入党の検討をよろしくお願いします。ただ党費、まだまだ生まれたばかりの政党なんで、党費は1万円と少々お高いのではございますけれども、今日、手伝ってくれている仲間たちも同じように、党員です。つまり、党費払ってます。こうやってすべて、手弁当で皆さん頑張っております。どうか一緒に日の丸を掲げよう、こう考えていただいた方はご入党の検討もよろしくお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お時間30分使わせていただきました。どうもありがとうございました。恋学貿易レポートを申し上げましたけれども、とっても美しい名前の駅です。ここに住まわれている方は、日本に4つしかない、恋という文字が使われている駅名は日本に4つしかないんですね。こういう誇れるところに住んでるんだってことを再認識していただいて、ぜひ恋学部を盛り上げていけたらなと思います。もうちょっとこのね、ラブリーな塗装に、駅を、しちゃってもいいんじゃないかななんて思いますけれども、まあそれはまたさておいて、また、次回にでもお話しさせていただこうと思います。はい、じゃあこちら、日本第一党、国分寺市在住党員の大木朝のご挨拶でした。今日は、雲一つない晴天です。皆様、気をつけて通勤通学行ってらっしゃいませ。立ち止まって聞いてくれた方、リーフレットもほとんどちょっとなくなっ、今日もなくなっちゃったんですけど、最近すごいハケがいいですね。リーフレットを、もらってくれた方どうもありがとうございました。また、この場所使わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ツイキャスついてるかな、ついてますね。はい、ツイキャスのご覧の皆様もどうもお疲れ様でございました。あれ、よし、